どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。1個だけしかないんだけど、これがやばいんですよ。880円のコアメダルのセットです。ホルダー付き、やばくない？ 10% オフキャンペーンみたいなやってて、それで買ったんで790何ぼかで買いましたね。795円かな。まあ、ちょっと細かいの忘れてましたけど、800円以下で買いましたね。安くない？衝撃でしょ。てか前回オーズドライバーも買ってるから、もうね、もう本当にちょうど良すぎるのよ。で、これで何気に持ってない大メダルが全部揃って、エビカニサソリも持ってなかったから揃ったんですよね、これで。で、僕ね、ずっと探してたコンドルのデラックス。これでようやく、多分これがデラックスだったらもうすべて揃ったことになりますね。このメダルセットのやつ、なんかすごい店で隠されるかのように後ろに置いてあった。ではね、こちらの中古玩具開けて状態確認、動作確認していきたいと思います。はい、ではこの大メダルホルダー見ていきましょう。まずはホルダー全体ですね。こんな感じで、まあ普通の一般的な中古の見た目って感じで、結構綺麗な方なんですよね。まあなんか、なんだろう、擦り傷とか結構あるけど、全然なんか遊ぶ分には問題ない感じなんですよね。てか、大メダルホルダーは今回で3つ目ですね。はい、こんな感じ。ちょっとね、画角に収まんないけど、3つ目です。ロック解除してオープンしていきましょう。オープン。うわ、すげえめっちゃすげえ、すごすぎ。で、今回ね、ちょっと一回開けてメダルね、順番に綺麗に並べてみたんですけど、こんな感じで、もうね、もうこの状態でわかると思うんですけど、全部めちゃくちゃ綺麗なんですよね。この、なんていうの？合金部分のさ、この金色の部分の塗装剥げとかが全くないんですよ。やばくない？しかもそれが全部なんですよ。全部綺麗。やばすぎでしょ。で、唯一あるのが、クジャクのこの合金部分のちょっとしたこういう塗装剥げなんですけど、本当にクジャクだけなんですよね。あったとしても。なぜかこの中にクーガのレジェンドが入ってるっていうね。まあでもクーガのレジェンドもめちゃくちゃ綺麗ですね。全然塗装剥げとかないわ。タコもなぜかデラックスが1枚ダブってるっていう。まあほとんどのデラックスのコアメダルがここに入ってあるんですけど、唯一ないのがサイゴリラゾウの3枚で、その中のゾウだけがなんか入ってますね。はい。てかさ、俺ゾウのメダルさ、毎回思ってたんだけど、なんか、あれだよね。中身見えないようになってるよね、ゾウだけ毎回。すっごいなんか、内側もなんか塗装されてんのかな？なんかゾウだけさ、綺麗だよね。なんなんだろうね、これは。今回欲しかったこのコンドルのデラックスのコアメダル。そう、これでもう私、すべてのコアメダルが揃いましたね。デラックスのね、当時の。すごくない？ちゃんとデラックスだよ。エビカニサソリも今回入ってて、この3枚ね。確かね、デラックスのカニだけ僕持ってたと思うんですけど、それ以外のこの2枚ね、エビとサソリのデラックス、この2枚も揃ったことによって、もう本当に全部揃いましたね。一般販売の当時のコアメダルは全て揃ったと思います。パンダとかカンガルーも持ってるんで、もう本当に全部揃いましたね。5、6枚ずつあるメダルもだいぶ増えてきたよ。プトティラの3枚も結構3セットぐらいあるのかな。で、ブラカーニも4セットぐらいあります。これ含めて。とりあえずね、このタカクジャクコンドルの3枚を、このオーズドライバーを使って変身を聞いていきたいと思います。うわ、かっけー。めちゃくちゃかっこいいわ、ほんと。最高です。ようやく、すべてが揃いましたね。まあ、さすがにもう CSM とかは僕買わないですけど、まあ、とりあえずね、デラックスで、コアメダルすべて揃ったんで、当時のやつはね、まあ、良かったです。はい。今回ね、全部取り外して、状態確認とかさすがにちょっとしませんけど、でも、そんなことしなくてもいいぐらい、全部めちゃくちゃ綺麗なんで、本当に最高ですね。何気に結構すごい眺めだよね。ほぼコンプセットみたいなのが2つあるっていう。3枚目の大メダルホルダーにパンダとカンガルーが入っております。はい、ここにね、もう1セットありますね、まだ。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では次の動画まで、バイバイ。